こんにちは、メイヤです。今回は、あれが発売されたっていうことでですね、まあ、買ってきた感じなんですけど、まあ、そのものが何かっていうとですね、まあ、こちらになります。じゃん！ホネホネザウルスの45弾ですね。まあ、これが発売されてましたよ。地元って田舎だからですね、なんかあんまり売ってないんだけど、今回のこれは比較的早く買えたんじゃないかなと思いますよ。普段ホネホネザウルスを買っている店ではまだこの45弾って置いてなかったからですね、たまたま、まあ、その違うスーパーに行った時に見つけて見たら、これ全8種類なんですけど、8種類全部揃ってたんですよ。まあ売られ始めたばっかりだったのかもしれないですけど、まあ揃ってたんで全8種類買ってきたっていう感じですよ。まあ一応ですね、まあ8種類ってことなんで、まあこんな感じで、まあこんな感じで8種類なんですけど、ちょっとこれ無理かな。ちょっと下ろそう。こう。まあ全8種類あるんですけど、今回も4体で1つのスペシャルモデルが作れるっていう感じなんですよ。まあ、前回は A タイプとか B タイプとかありましたけど、もう今回はこのパッケージが全部同じなんですよ。どれが4つ合体するかっていうのはちょっと分かりにくいみたいなところがあるんですよ。で、しかもですね、まあ、これ、まあ、1から8まで番号あるんだけど、1234と5678が合体するとかじゃなくてですね、これ、1368が合体するみたいな感じなんですよ。奇数と偶数でもない。なんかそういうなんかちょっと不規則な4つが合体して1つのスペシャルモデルができるっていう、なんかそういうものらしいんですよね。これってもうパッケージも同じだからですね、なんか子供が間違って買うように仕向けてるんじゃねえかなみたいな、なんかそんな気もしなくはないっていう、なんかそんななんかちょっと変則的ななんか番号で、まあ、スペシャルモデルができるっていう感じなんですよね。青と赤の人型のものができるみたいなんですよ。で、今回このちょっと青いやつ、アクアホネホネアシュラっていうのを作ろうと思ってるんですけど、1368か、まあ、ちょっと分けよう。これですね、1368、まあ、この4つで、まあ、この裏に載ってるスペシャルモデルアクアホネホネアシュラっていうのが作れるらしいんですけど、このホネホネザウルス1つ、まあ、250円する商品なんですよ。まあ、40段ぐらいまでは200円だったんだけど、まあ、最近物価が上がって250円に値上がりしたっていうのはあるんですけど、まあ、その値上がりしてからはカードが入るようになったりとかしてて、あと完成するスペシャルモデルなんかも4体合体で、まあ、結構いいモデルができてるんじゃないかなとは思ってたんですよ。だからまあ値上がりしてもそんなに気にならなかったんだけど、まあ、ちょっと今回のモデルはですね、これちょっと250円でまあ4つ買ってきて、まあ、1000円なんですけど、まあ、1000円でこれって考えたらですね、なんかちょっとしょぼいんじゃないかなとか思ったりしちゃったんですけどね。まあでも、毎回この写真で見るより出来上がったものの方がいいっていうのはあるからですね。まあ今回も、まあ4体作って、まあ、スペシャルモデルの合体までやりたいなと思います。では早速ですね、まあこちらの4体の方を組み立てていきたいなと思います。はい、4体完成しました。スペシャルモデルがなんかちょっとしょぼい感じがするって言ったんだけど、この1体1体のモデルはですね、まあ今までとあまり変わらないんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じですよ。強いて言うのであればはめるのが硬いところがあったかなっていう、なんかそんな気はしましたけど、まあそれでもまあこんな感じだったんじゃないかなとは思いますよ。で、まあ、今回も一応、まあ、一つずつ紹介していこうかなと思うんですけど、まずこれが一番のティラノサウルスですね。まあ、これはもう大体このホネホネザウルスの一番はもうティラノサウルスっていうか、もうこの恐竜型のものっていうのがもう定番なんでですね、まあ、今回もそのまんまなんですけど、ティラノサウルスが来たなっていう、なんかそんな感じですね。で、これが3番のホネホネブレイブですね。ナイトみたいな感じなんですけど、まあ似たようなやつは今までいたような気がするんだけど、まあちょっと違うかなっていう感じはしますよ。そして大体こういう二足歩行のやつには巨大なスペシャルパーツを持たせるっていうのが定番だったんだけど、まあ、今回はまあそれほど大きなスペシャルパーツを持っているっていうこともないなっていう、なんかそんな感じですね。
そしてこれが6番のガストニアですね。なんかこれって一見似たようなモデルはいたような気がするんだけど、組み立てた感じとしてはですね、なんかこれ今までになかったモデルだなっていう感じがしましたよ。まあ、ちょっとですね、このスペシャルパーツはなんか無理やりつけてるなっていう感じはするんですけど、まあ、それでもモデル自体は今までにない斬新なモデルっていう感じがしましたよ。そして最後これが8番のプレシオサウルスですね。これもなんかちょっと今まで似たようなやつはいたような気がするけど違うなっていう感じはしましたね。なんか首長竜っていうなんかそんな感じですかね。でまあスペシャルパーツがまあついてて首が2つあるようななんか造形になってますね。だいたい今までのやつってモデルの色が2色だったイメージだったんだけど、今回この4体はですね、この色が3色あるんですよね。これがちょっと黒っぽくて、あとこれとこれは同じ色のような気がするんだけど、なんかこれがまた別に色が違うみたいな、色の種類はちょっと普段より多いんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じはしました。でですね、まあこっからなんですけど、この4体のスペシャルパーツ、まあ、今回はこの透明と水色っぽいパーツを合体させてアクアホネホネアシュラっていうものになるらしいんですよね。で今回それまでちょっと作ろうかなと思います。まあ、久しぶりになるんですけどコールをかけましょうかね。それでは合体。いやーもうちょっと暑いですよ。30分いるだけでこの部屋暑いんだけど、ちょっとこの組み立てで時間取られてもう1時間ぐらいいるんですけど、もう本当この部屋暑くてなんとかならないかなと。クーラーはさすがにないにしても、まあちょっと扇風機ぐらいは欲しいなっていう、なんかそんな感じですよ。ちょっともう合体とは本当関係ない話なんですけどね、まあ、とにかくちょっとこの部屋暑いな、まあ、そんな感じですよ。完成しました。これがアクアホデホデアシュラですね。組み立て方は通常の説明書の裏に書いてあります。二足歩行で自立するっていうのはできるんだけど、ここ最近のスペシャルモデルと比べるとちょっとシンプルすぎるんじゃないかなとか、なんかちょっとしょぼいんじゃないかなみたいな、まあ、感じは否めないんですけど、まあ、それでもまあ今までにない造形っていうのを考えてるとしたら、まあ、この二足歩行のモデルっていうのは、まあ、珍しいって言えば珍しいんじゃないかなとは思いますね。外したスペシャルパーツを動かしたりすることもなく、もうそのままの形で組み上げれば完成するっていう、まあ、比較的簡単な組み方だったんですよね。今までの4体合体のスペシャルモデルっていうのを考えるとですね、なんかちょっと物足りないような感じもしなくはないかなっていう感じですよ。でさらにですね、まあ、残りの4体の方でできるモデルっていうのがこれの色違いみたいな感じなんですよね。だからちょっと今回のスペシャルモデルはコストを削減してきたんじゃないかなとか思ったりするんですよね。であとなんかこの説明書の感じなんかもシンプルになりすぎてるような気がしたし、あとですね、今までこの箱の中になんか合体の仕方なんかが書いてあったんだけど、この箱の中には何も書いてないんですよ。なんか2種類あるんだけど、その箱のパッケージなんかが同じっていうところも考えたりするとですね、なんかだいぶコストを削減してきたなっていうのは感じました。最近物価が上がってるからですね、まあ、ちょっと最近これが200円から250円に値上がりしたけど、まあ、それでもちょっとコストが削減しないといけないのかなとか思ったりしてるんですけど、今回のモデルはですね、まあ、ちょっと微妙なんじゃないかなとか思ったりしましたね。それでもですね、まあ、一応もう8体全部買い揃えてきてるんで、また次回あと残りの4体を組み立ててファイヤーホネホネアシュラっていう、まあ、スペシャルモデルの方も作ってみたいなと思ってるんでですね、またその時暇のある方はこちらの動画見てもらえたらありがたいです。それではまた。